プロジェクト K。 プロジェクト K。 こんにちは、キルアです。今回はですね、こちらです。玉川で全です。全の6の全で10万周にぶち当てます。本日玉川5日目です。昨日6号では全然絡んできておりません。玉川さん、玉川の場合は5日目だろうが最終日だろうがイン逃げ祭りになることはなかなかない。満州もどでかいのが普通に出ているイメージがございます。満州の的中ラッシュお願いいたします。あえて6号で2着固定です。1着までは来ないでください。さあ、風です。どうぞご覧ください。第1レースが始まります。一般戦の祭りだわん、人気は祭りだわん、玉川5日目でございます。もうさっさとサクッともう第1レース目から的中しちゃって、もうプラス中傷確定させておきたいところでございます。4号手がまくっていて、6号手が2号手と3号手の隙間をつけ上がってきて421で421じゃない、461、412、人気のところ6号手、5号手、3号手と4番手は競り合っています。もうサクッとプラス中止決まらないかな。サクッと決まって安心させてください。240倍を超えなければなりません。一発で十分にございますけども、的中ラッシュでもいいんですよ。とりあえず的中していただくところから、イン逃げ満州全然あるんでね、16でも満州あるんで、これとかこれなんて言ったらめちゃくちゃ高いです。16でも何百倍、600倍とか700倍とか。追走まで、あとは中をついて4号手の松浦鋭くまくり出してきました。スタートは前提正常でした。1号艇の向井がトップ、2番手のところ3号艇小倉と4号艇松浦も6号艇グリーンに絡んでくる日でありますように。小倉でしょうか。あとは2番6番5番2マーク1号艇の後ろ突っ張り気味に回っていく4号艇、それに対して内を捉えるどっかで一発がありますでしょう。第3レースでございます。僕ちょっとふと思ったんですけど、この勝負、このチャンネル、最悪、もう最悪の最悪の場合ですよ。ふさふさの前とツルツルの前を交互に買ってれば、ワンチャン、ワンチャン、こう、当たるでしょうし、当たった時がでかいですし、やっぱツルツルなんて特に。ワンチャンそれで勝てる説もあるのかななんてちょっと思ったりしちゃって、思ったりしちゃいました。毎日だから今日はふさふさ、次はツルツル、もう交互にです。ツルツル、ふさふさ、交互に出す、もう交互でしかない、その動画でしかない。まあ最悪の最悪の場合ですけどね、最悪の最悪中の最悪中の最悪の場合はそれもありかなと。それでワンチャン、ワンチャンいい線いけんじゃないかと。動画的には分かりませんけども、ボートレース中止的にはそれなりに、まあ勝つ時はでかいと思うので行くんじゃないかと、そんなことを考えておりました。6号艇いない、123、132。さあ第4レースでございます。6号艇は今のところ1本も絡んできておりません。玉川さん、満州も1本も出ておりません。ということは2号艇が5号艇でいらっしゃいます。こういう時は何かが起こる。3号艇4号艇が攻めていって、5号艇6号艇が内から来る。6号艇が内側から絡んでくる、絡み上がってくる。3号艇吉島トップ、2番手のところ、刺した2号艇長野と先に回った1号艇堂原の場合来れば高いので、来れば一発なので6号艇。あとは外に4号艇の谷本いて、最高峰6号艇柏です。2マークは3号艇吉島から。玉川さん、外枠勢5号艇6号艇絡んでくるときはもうグイグイ絡んでくる、そんなイメージがございますので、絡んできていただきたいですけど、本日は1本も絡んでない6号艇。325、2周の1マーク逃げるところ。3号艇人気は1番松田、第5レースです。3番武田、5番黒野、1番頼みます。4番5番6番大池、坊主だけやめて、連勝させてください。せっかく得たプラス収支を無駄にはしたくない。6号艇上がってくるよ、突き上がってきた。46、やばい、高い46は全部10万周ですよ。来て来てくれ、46は全部10万周で、10万周か10万周でしかない。ぶん回して待って、ってことはこれ絶対高いでしょ、これ。うわ、やだな。ただ内から差し上がってくるのが5号艇の黒野、あるいは3号艇の、やばい、満州出た。
4号艇1着が全部高い、しかも全部何百倍大号です。こういう時に当たっていただかないと400倍台か300倍台、これ1番2番です。ほらやっぱね、玉川さんはね出るんですよ。5日目だろうが最終日だろうが出ていただけるんです。3番手2号手のうち船が向く5号手ですが、ちょっと3号手と絡んでしまいました、流れました。ただそういう時に当たっていただかないと意味がない。塩崎はキープしています。ジョイカールズ4番1番6号手全然絡んでこない。そして5号手黒の警戒4停止で追っていきます。3周1マーク4号手1号手の後ろ2号手の第6レース一般、はい、第6レースです。400倍台が出てしまいました。いかがでしょうか。くれば高い、くれば高いのは変わりない。インニゲマンシュ、インニゲ6号、インニからの6号手も高い。とにかく絡めば高い、6号手内側から2号手3号手突破争いになりました。スタートは前提正常でした。これね、6号手3着でも高いです。3着でも高い。あ、2、3は高くないか。その後ろ残り4艇による広がった3番手争い。2番から2号艇旗から内をついていく3号艇、節を刺してですがわずかに入らず。待って、2、6、3きついか。現在上位は2番、3番、満州ですけどきついか。6号艇を追って5号艇の磯村、ここは4号艇1号艇です。2周1マーク、2号艇の旗から3号艇の節田、3番手、6号艇の外へ行く水島から、はい、後半戦でございます。2番接戦でした。ちなみに本日風速は1メートル。6番ダッシュ、4番6号艇水島選手、これはありますよ。どうなります。2着でお願いします。水島選手 2着止まりでいいです。1着までは来ないで。ただこれね、16、5号艇3着来たのマッシュ。5号艇3着に上がってきていただいたマッシュです。6号艇ほら来た。水島選手2着止まりで何とか来ていただいた。ただ16は人気のところ。そして3番手のところ2号艇の内を狙った3号艇秋元となっています。さあ、トップは1号艇中村、来ていただきました。4停止ぐらいあります。6号艇のところ、昨日10レースのように道中逆転まであるのかどうか。石力2、石力3、3番手は3号艇20倍台、40倍台、石力3でお願いします。10の1マーク、1号艇の外行った6号艇、怖いよこれね、マジ怖いな。宇津島選手狙っていらっしゃいます。1着が半少し縛りました。うわほら、これ次のターンでやばい。さあ逃げ切れるのかどうか。2周のバック6号艇宇津島、昨日はこの距離を2周にマークで逆転しました。さあ今日はどうだ。1号艇に対して握り込んでいった6号艇のブースにちょっと流れている。1号艇が牽制を入れていきまして中村がトップをキープしています。いや16さん47.9 倍です。高いですね。でも上位体系は1番6番3番でファイナルラップ。宇津島選手すごいな。6号艇でももうめちゃくちゃ人気だもん。まま押し切れるか。1号艇一番人気6号艇宇津島開いて612とか狙っていきますが、1号艇うわほら、まあ、やばいやばい。6号艇宇津島前までは現在2停止半から3停止ぐらいでしょうか。やばい、これで抜いたらやば。間に合うのか宇津島。1号艇中村うわほらなるのか。ラストコーナー外に開いて6号艇宇津島、1号艇が先に回る、内を狙う。頑張れ最後。6号艇届きませんでした。中村英二宇津島を倒しました。上位は1、よく頑張った。パーフェクトならず宇津島。先頭1番中村五輪、6番うわすごい3番秋元。いやよかった、的中いただきました。ありがとうございます。やばいですね、宇津島選手7連勝中だったみたいです。今節全部1着だったみたいです。で初めての1着じゃなかった、1着を取れなかったレースだったという。玉が5日目です。玉が5日目でこれまで全部1着だったという。やばい、やばすぎますでしょ。6号艇頑張れ。その後ろは混戦模様、スタートは前提正常でした。1号艇斉藤優がトップ、2番手が3号艇の、まあ、全然です、もうね全然あと200倍ほど、あと200倍ほど取らなければなりません。1本でもね的中しちゃえばね、もうどでかいです。6号艇本日もどでかいとこばっか。先ほどの宇津島選手はもうたまたま宇津島選手だったので人気でしたけども、それ以外もう全部高いですね。1本でも来ていただければもう爆足爆足でしょうか。1号艇斉藤優、続いて3号艇の積みの陰線となりました。大気レースが始まります。2番1番3番ダッシュ4番5番6番の体系頼みます。スターター並んでる。スタートを切りました。スリット後出ていくでしょうか。1号艇の下手拓也仕掛けていって2号艇を叩いていきます。抵抗性2号艇ですが2コースまくり。1号艇の下手拓也が抜け出しました。6号艇全然いかないんでこない。こんな日に限って正常でした。
2番手のところもっと絡んでくるときは絡んでくるのに、玉川さん、6号艇満州がな、400倍台は1本、400倍台は1本しか出ております。2番手4号艇の堂原が逃げに落ち着いてきた、後半戦に逃げしかない。単独2番手が4号艇の堂原、そして3番手3号艇が膨らんで2号艇の上に上がってまいりました。今度は3番手争い、2号艇が船を合わせていきます。連敗することはあるのに連勝することはめったにない。さらに後ろ6号艇、なんでな。21マーク1号艇4号艇の後ろ6号艇が先に行った、しかし脇をついていく2号艇、さらに内を3号艇の橋口鋭く差し込んでいきます。16は人気のところ、ただ3番手のところ3艇が10レース、玉川5日目の人気でした。コースポジション1、2、3ダッシュ、400倍台が1本出て終わるのでしょうか、それとも最後にもう一ドデカ満州出ていただけるというのでしょうか。2号艇の古川コースタートを決めていきましたが、頼む3号艇行ったよ、6号艇行くよ、36号艇くるよ、川のまくり出し決まりました。スタートは前提正常、クレバ高い、クレバ700倍台、トップ1号艇の長谷川が2番手、クレバ600倍台と700倍台、号艇小倉上がってきまして、最中をやめてよ、高いのやめてよ。2マークは3号艇の古川から、高くはない、1号艇の長谷川ですが、ここは内を狙っていきます。6号艇かんでこない、1号艇長谷川の差し出すが、3号艇古川がトップをキープ、長谷川2番手、そして3番手が2号艇の菊池、マジかいや、1番2番対3、11レース、はい、第11レースです。最後来て、来たら高い、来たら高い、1号艇からの6号艇も高い、もう全部高い、10万周だけイン逃げからの6号艇でも高いです、300倍台ですが、大差をない期待ください。前例ありますからね、ありますからね、こういうのでも。1号艇ターンが流れている。2号艇差し、3号艇まくり出し、この両者の。26なんて全部10マッシュ。26は全部10マッシュ。2号艇の黒野がトップ。これを追って3号艇深谷、一定審査を2番手。進路を打ち求めて1号艇松下3番手。それ接近4号艇。6号艇絡むだけで高いな。2マークは2号艇の黒野から外に。絡むだけで高いな、本日の6号艇。先頭は2号艇の黒野元基。続いて。3号艇の深谷智弘、3番手が1号艇松下和也、現在上位は2番、3番、1番で2周回目、その後ろ4番、6番、5番手ラスト21マーク、2号艇の黒野から2番手3号艇の深谷、3番手の松下、まだ分かんない、総選の3つ目、はい、ラストでございます、大丈夫です。4番、武田、3番、谷本へ、奇跡起きて、ダッシュ456、奇跡巻き起こして、クレバ高いですよ、クレバ10万周だわけですよ、4号艇武田光、誰か攻めていって、攻めてかき回して、6号艇が内側から2号艇まで、2着まで上がってくる、1直、1直か、1直よ、50倍台、40倍台。早くも5停止、6停止のリード、注目は2番手争い、インコース4号艇、武田、アウトコース3号艇、谷本のバトル、あとは6番、5番、2番が続いています。1周2マークは1号艇ブス島から4号艇の武田が2番手外へ行きます。3号艇の谷本です。4号艇ちょっとへさき浮きました。3号艇谷本ラプターになっていますが、出口で押していくが3号艇谷本の方か、谷本が現在2番手優勢、ただ一定周辺でへさき浮き、なんでこんな難しいんだろう。3号艇4号艇2番手、なんでこんなに勝てないんだろう。1マークもう2番手のところ、4号艇武田先に行って内を狙った。はーい、全然ダメでした、もう全然ダメでした、お蔵入りにはいたしません。明日また勝ちゃいいんです、明日また勝ちゃいい、そのために飲んで寝ます。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。